妙雲寺は、愛媛県西条市小松町妙口にある高野山、新言宗の寺院。本尊は、大日如来で、かつては横峰寺の前札所で、現在は、全札旧石。新四国万田羅霊城第34番札所。なお、隣接する土神社は、明治初期の神仏分離以前は、妙雲寺らと一体であったため、同社についても、本記事にて解説する。 妙雲寺の狛犬妙雲寺は、天平五年に一戦菩薩により、回帰された。その後、空海が巡釈し、如来王源の霊地として横峰寺の前、札所と定めた。天文七年に、剣山城主黒川氏が、蔵王権限掛け仏を奉納した。隣接する土人社は、神仏分離までは、蔵王権限同活、妙雲寺の鎮守者であり、 一体的に運営されていた。江戸時代には、小松藩主一柳氏の祈祷寺であり、第三代藩主の一柳正し教が、座王宮の変額を奉納している。明治17年、火災に哀拝寺になったが、明治28年に、近隣の剣山大義寺を移転して復興し、全殺旧石大義寺とした。昭和32年に一三妙雲寺にまた、称している。 昭和51年には、公園寺の本堂を移築した。なお、病雲寺は横峰寺の前札所で、横峰寺巡拝及び石槌山東廃への登山拠点、かつ、行者の前行残下礼拝所であり、お参道と呼ばれ、かつては、病雲寺の参道を通って、石槌山に向かっていたが、昭和期に河口まで県道が、通りバスが運行するようになってからは、ほとんどがそちらへ移ってしまった。 一の鳥居や妙雲でらい入り口にある狛犬と石、三と刻まれた灯籠は、元は国道十一号大戸交差点から当時へ少し入ったところに設置され、横峯寺及び石土山への参道口とされていたが、道路拡張などにより現在地に移されている。水人天皇三年九月九日に、隠部塾よいよ矢祖彦に新宅があり、社殿を混流し氏神としたのが階層で、 安っそは、祭り館となり奉職した。その後、石井号の豪者となっていたが、今六年間に、長宗我部元地下の弟元春が来週し陛下により、消失し、社主宮流しは滅びる。その後、元春の末裔により捧ぐ祭され、天文年間になると、黒川美の守る通り博が博士雷山上主となり、 黒川家のうぶすながみと、那須天正元年五月聖殿を再建し、同五年その孫の黒川備前守護衛門が、随神門を混流するも、同十三年八月、豊臣秀吉の軍勢により博士山城落城し、黒川氏滅亡し、その際に、当社も大破する。完成年間に、一柳兵部将油直よりが、小松藩主となると、当社を、 館内五社の一に列紙数形部画された。明治初年の神仏分離により、当社は石土彦神を祀る土神社となり、蔵王権現は妙雲寺に移され分離した。妙雲寺の本堂高陶牢を妙雲寺本堂の変額。ありがとうございます。